二つ目が、再び傷病手当金を受け取るのは難しいという話です。傷病手当金の支給期間の上限というのは、1年6ヶ月と決まっているんですが、最初の病気が回復して、で、職場復帰をしました。もう1年6ヶ月も過ぎて、傷病手当金ももらい尽くしました。 その後、病気が再発しちゃって再び休職するとかね。退職する。そういう場合って、傷病手当金ってまた支給されるのかな？っていう問題ありますよね。はい、ここで問題になってくるのが社会的治癒という言葉です。これね、ちょっとややこしいんですけれども、医学的に言う治癒ではないんですね。社会的治癒っていうのは病気が回復して、もう通院しなくても平気。 薬もも飲ままないで調子も以前のように回復しました通常通りの生活が遅れていてで会社でも最低でも1年は仕事できてますよくらいの程度にまで回復することが社会的治療っていうふうに、ね、言われているんですがこれは明確な基準がないみたいなのでその病気の種類とか症状重さによっても異なるし人それぞれになってくるので一概には言えないんですね。 いろいろ調べてみたんですけどもこの社会的治癒っていうのをきっちり定義するっていうのは難しいなと思いましたなので詳しく知りたい方は社労士とか憲法の人とかに確認を取る必要がありますでこの社会的治癒が鍵になってくるんですがえ復職しましたで傷病手当の1年半も過ぎました そししててまた再発しちゃって給食に入ります。でこのえ場合はいくつかのケースがあるんですけれどもまず同じ病名で再び傷病手当金をもらうためには社会的治癒が必要と言われてます。 どういうことかっていうと最初の病気が、えー、と回復して職場を復帰しましたねでその後また再発して病、えー、給食に入る場合はその職場復帰をした期間中に社会的に治癒していないと判断された場合は症病体的には一年六ヶ月分しかもらえないよ再びもらえるってことはないよ っていうことなんですね、まあ、なので病気もね一応回復してで職場復帰したんだけども復帰してる間も休みがちだったとか継続して薬も飲んでるし通院もしていたしみたいな状況だと社会的に治癒はしていないっていう風に見られてしまうので仮に傷病手当1年半もらい尽くしてまた再発しちゃったらもうそれはえっと1年半傷病手当もらってしまっているのでまた 新たに病手当をもらうとといいううここはででできななすすよっていうことなんですねえもう一つのケースとしては最初の病気例えばうつ病になりましたでうつ病がなり治りましたとで社会復帰をしましたで復職期間中に社会的に治癒したっていうふうに判断される場合は傷病手当を再度新たにね支給できるっていうふうになるんですねどういうことかっていうとうつ病はもう完全に治りましたと。 例えばもううつ病完全に治って薬も飲まないで3年ぐらい普通にね会社で働けたんだよ。だけどもその後またうつ病が再発しちゃって働くことができなくなって給食に入りましたっていう場合ですとこの最初に発症したうつ病とね後で再発したうつ病これは別の病気というふうに解釈をされるんです。なのでもう一度1年6ヶ月の傷病手当金が支給できる。 そういうケースもあるみたいなんですがこれが認められるかどうかは結構難しいですし、まあ、ケースバイケースとなるみたいなので、まあ、これも必ず憲法の人に、ね、もう確認すするしかないんですねそれから別の病気であれば傷病手当金を新たに支給してもらえるというケースもあります。病手当金っていうのは1つのはつ原因に 起因する傷病に対して支給、えー、日から1年6ヶ月支給されるつまり一つの病気に対して傷病手当金が1年6ヶ月もらえるよっていうことなんですよ 例えば病気で傷病手当の支給を受けながら休職して復職しましたもう1年6ヶ月も過ぎましたでその後に全然違う交通事故に遭っちゃって復給食に入ることになりましたこの場合は前の病気とこの新たに交通事故に遭って休職っていうのは全然関連性がないことですよねそういう場合ならばもう社会的中っていうのは関係なく新たに傷病手当金がちゃんともらえますよ っていうことなので以前の病気と新たに発症したこの病気がもう全然違うものであれば病手当を支給してももらえるるケースもあるんですよでここで引っかかるのがえじゃあ診断名が変わった場合例えば私なんかは最初は機能性リスペプシアだったんですね。 でも復職してから、えっと、転院して病名がうつ病とパニック症に変わったんですよ。こういうふうに病気も症状も全然変わったんだけどそしたらっってやってままたもらえるんじゃなないのってなりますよねこれも、えっと、憲法の人に確認をしたんですけれども私の場合はダメでした。というのも原因が1つで病名が異なるっていう場合私みたいな場合だと結局原因に関連性があるので。 新たに症病手当を受けるっていうことがでできないんですねどういうことかっていうと私の場合は最初機能性ディスペプシャでしたと。で、まあ、これもだいぶ回復して職場に復帰をしたんだけれども途中で、まあ、症状もどんどん移行していって診断名がパニック症とうつに変わって退職しましたよだけどもこの私のこの一連の病気っていうのは結局根本はメンタルの問題なんですよね。なので 原因が結局一緒なので症状がたとえ変わったとしても原因が一緒の場合は再度病手当を支給してもそうこれが結構ねショックだったんですけども、まあ、なので私の場合はそれ以外にも、えっと、通院もずっと続けてたし薬もずっと飲み続けているしそれに会社も結構休みがちになったりしてたのでそもそも私の場合は社会的治癒ですらなかったので結局いずれにせよ私は傷病手当を2回もらうってこと はできなかったんだろうなってわかるんですけれども、まあ、こういうケースですと、えっと傷病手当てっていうのはもう1年半もらうそれ以降はもう何もないですよっていう風になっちゃうので気をつけてくださいこれも本当人それぞれですのでまあ、誰に聞いたら一番いいかっていうのは自分の会社でに加入しているその憲法の担当者の人に電話で相談するっていうのがね一番確実だと思いますで、ここで紹介したのもあくまでね一例となりますので自分に当てはまるかどうかっていうの 本当に分からないので人それぞれなのでで自己判断でできるものでは全くないんですね憲法側の判断になってしまうので必ず憲法に問い合わせっていうのをしてください。でまあ結論としては、えっと、うつ病が良くなって復職してもすぐにまた給食に入るとかねすぐ退職っていう場合はこの傷病手当の1年半が過ぎちゃうとたとえ私みたいに病名が変わったとしても原因が一緒だから再度また支給してもらうっていうことはねほぼほぼ認めない。 られないと思うので、そこはねちゃんと注意しておいてください。結構ややこしい話になってしまって分かりづらかったかなと思うんです。けれどもまあ、結論をちょっとまとめたいと思います。一つ目の話は、傷病手当の書類の日付のミスっていうのはとにかく気をつけた方がいいよ。っていうことですね。特に私みたいに引っ越しをしちゃう場合は、こう転院をしちゃうと遡ってね。過去の書類がやり取りできないっていう可能性もあるのでで、ミスをしちゃうと数万円をドブに捨てるみたいなことも。 出てくるので気をつけてくださいっていう話ですね2つ目がまあ、病名が変わったとしても原因が同じだと傷病手当を2度3度受けるってことはできないのでそこは気をつけてくださいね社会的治癒っていう言葉がポイントになるよまあ、そういうお話をしましたはい傷病手当のに関しての相談っていうのは基本的にはあのコメントでいただいても私はねお答えすることはできないので自分の会社のね人事憲法の人に確認を取るってことを覚えておいてくださいではご視聴いただきありがとうございました またねー。